こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。今回はね、先日の流産の体験記、はい、こちらの放送を受けてリスナーの皆さん、鍋友の皆さんから、たくさんねコメントやレターいただきましたので、その中からね一部ぜひねご紹介したいというものを、読み上げさせてもらえればと思ってます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。おります、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 おります。あなた、今回コメントね、私がこう選ばせていただいたんやけれども、うん、最初はもういっぱいコメントこれも読みたい、あれも読みたいっていっぱい抜粋しててんけどさ、ちょっと時間の都合があって、うん、一部に減らせていただきました。ただなんかその自分は選ばれなかったとか、ブログにもねこれよかったらコメントを載させていただこうかなと思ってるんやけど、うん、乗ったから素晴らしいコメントとか乗ったから素晴らしいレターっていうわけではなくて、もう単純に今回いただいたレターとかコメントも全部が私にとって宝物みたいなものやって、うん、だからその辺はご了承いただければなと思います。そうやね、本当にありがとうございました。もう何回も何回も読み直してすごい心が溶けた。うんうん、まあほんまにねこうやってまあ発信するのもね勇気がいったわけやけど、まあその結果ね、まあこうしていろいろねコメントいただいたりするのもまたわいらのね財産になってるからね、うん、ありがたいよね。嬉しかった、ありがとうございました。というわけで、体験記ね読んでいきたいんですが、その前に1点お知らせがありまして、実はこの放送がですね年内最後の放送です。はい、次回日曜日になるんですけども、それは1月1日ということでね年をまたぎます、うん、で、ここからお知らせなんですが、年始からねちょっとお休みいただこうと思ってます。2週間ほど、この渡辺夫婦の2人ごとはね2年半前ぐらいからね配信始めたんですが、ずっとお休みなくね毎週毎週スケジュール通りに上げてたんですが、このタイミングでちょっとね、新規投稿というか新作放送の収録っていうのを休んで、まあ療養期間というかさせていただければと思ってます。ちょっと年末年始ねかなり忙しくて、お仕事であったり予定だったり詰まってるっていうのもあって、まあちょっとこのタイミングでね休もうかなということでお願いしたいと思います。で、休んでる間はせっかくなんで過去放送、これのまあおすすめの放送をねピックアップして、スケジュール通り日曜と火曜に放送していこうと思います。多分ね聞いたことない人の方が多いと思うよ、うん、最近ね聞き始めたよっていう人も多いと思うんで、意外とね1年前とか2年前とかの放送ってそこまで遡れてないと思うんで、まあ実質なんか新作放送のつもりで聞いていただければと思います。で、まあ昔から聞いていただいてる方はね2回目3回目になるかもしれないですけど、まあ、ぜひまた聞いていただいてコメントとかねレターまたいただければと思います。ただ声日記に関しては収録普通にしてね更新していこうと思いますので、まあ、その点だけねご了承ください。というわけで1月1日から1,2,3,4回ね、過去放送の再放送にさせてもらうので4回そういう放送が続いて、まあ、15日日曜日からまた、新しい放送をね復活していくっていうことでお願いできればと思います。なのでコメントとかレターね読ませてもらってるんですけど、その年始もねリアルタイムで見てるんですけど、そのお答えするっていうのがちょっと遅れると思いますので、急ぎのねレターとかあればちょっと紹介ね、中旬以降の収録になってしまうので、その点だけねちょっとご了承いただければと思います。はい、というわけで、はい、年始からねちょっと2週間ほどお休みというか、まあそうですね、いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、では皆さんのコメントレター、リューザーに関するねコメントを読ませてもらいたいと思います。 OK、 はい、お願いします。じゃあまずね、リューザーした方全員へ、共有したいなというコメントです。4さん、神様どうしてを聞きながら一緒にそう泣いてしまいました。お辛い中等身大の自己開示をありがとうございます。由美さんのブログでは第1子第2子と書かれていましたね。
そう呼んでもらえることすごく嬉しいんじゃないかなと思いました。僕たち私たちゼロじゃないんだって。私たちは生まれる前、神様からこう聞かれるそうです。向こうの世界に行ったら、君の寿命はこれくらいじゃよ、それでもいいか、それでも向こうに行きたいかと。それでもいい、それでもママのそばに行きたいと願った魂だけがお腹に宿るのだと。ユミさんがその願いを叶えてあげた人だったのだと思います。ご夫婦とシェリタンの末永い幸せを心から願っています。はい、もうユミくん何回読んでも涙腺崩壊すんだよ。もう今もこれメッセージまとめるときも半泣きになって、今もまた読みながら半泣きになってる。ちょっと一発目のコメントから半泣きになってたらもうこれ持たへんな。いやでもあのすっごい素敵なレターやなと思ってさ、まず私第一第二子って書いてた無意識やったよ。あ、そうなんや。うん、無意識で書くってことはもうだからほんまに自然とそう思ってたってことやな。そうやね、なんかそれを気づかせていただいたっていうので、なんかそれもハッとしたし、ゼロじゃないんだっていう感想ももう涙腺崩壊やん。まあ、ね、まあ、私にとってはそうやった、うん、あの立派な命やったってことやね。そうそうそう、でもそれを叶えてあげた人やった、やって私が、うんね、神様からね、大丈夫かって聞かれても、でも行きたいんやって言って来てくれて、ちょっとティッシュ取ってくれ、はい、もうコメント一つ目からもうティッシュ使ってるやん。いやもう大丈夫、これこのヨンさんのコメントはもう何回見てももう飽きまへんわ。もう飽きまへんわバロタ。そうですね、まあだからあのこれはやっぱり流産した方全員にね、うん、あの届けたいなと思って、そう、私たちは悲しい経験はしたけれども、赤ちゃんにとっては夢を叶えてあげた人だったのかなって思うと、すごいなんて言うんやろ、嬉しいなと思って、うん、なんか今アラームなったな、はい、大丈夫大丈夫、うん、はいですね。そう、ありがとうございました。ありがとうございます。で、あ、そうそう、あの言い忘れててんけど、今回あのレターだけじゃなくてちょっとコメントも抜粋させていただいてて、うん、そう、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ次ね、休みたいけど休むのが怖い、まあ、妊活とかね、不妊治療、休みたいけど休むのが怖いというジレンマに関するね、あのコメントをご紹介したいと思います。ポチャッコさん、一部ね抜粋してます。ラジオを聞きながら涙が止まりませんでした。私も初期流産1回、化学流産4回していて、渡辺夫婦と同い年で、今は体外受精中です。ゆっくり休むこと、大事なのはわかりますが、私にはそれがすんなりできませんでした。この休んでいる周期が、もし妊娠につながる卵だったら、って毎回考えてしまって、タイミング取れない月はシリンジでしたり、一周期も無駄にしたくないってずっと思ってました。でもある時、ちょっと休みたいって思う時が急に来て、やっと休めました。今は体外受精中なので、先生の言う通りにしますっていう気持ちなので、休むとかそういう感覚はないのですが、やっぱり結果が出ないと辛いです。そして妊娠できてもまた流れてしまうっていう気持ちが来て、素直に喜べない。自分でも毎日気持ちが変わるから、今後どうしたらいいか、どうしたいかわからないんですよね。ありがとうございます。一部抜粋させていただきました。もう分かりすぎると思って、うん、もうこれは妊活してる女性全員が今深くうなずいてると思う。休むな、確かにな、なんかこうもったいないとか思っちゃうよね。もったいないよね。もう月12回しかないわけでしょ。時間は有限やからね。月12回なんてもうあっという間よ。あっという間やな。しかも休んでるうちにさ、ずっと自分が二十歳やったらいいよ。そうやな、どんだけ休んでもそう、二十歳やったらいいけど、どん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 年は取っていくから、休むのすごい怖いなっていう気持ちがあって、今回もめっちゃ急いだやん。前も言ったけど、うん、1回流産して、ほんでその3ヶ月後にもう妊娠発覚やから、1回生理が来ただけやった。あ、じゃあ2回生理が来たな。あそうやな、うん、そう。でも1回目はパスして、1回目はまあ手術後っていうのもあって1回見送って、そう、
その生理来ました。で次の排卵のタイミングではもう取ってたからね。取ってた。でその月はあのトライはしたけど、まあ妊娠には至らずっていうことやったんやけど、もうだからそのね逃したくないみたいな感じやったもんね、その時もね。もうとにかくすごくよくわかると思って。でこのレターを受けて、もうすごいわかるわかるって思ったよ、うん、っていう方に届けたいすごいいいアイディア、これはすごいって思ったものをぜひご紹介よろしくお願いします。休むのが怖い人にお届けしたい、これはいいと、うん、これはいいアイディアやと思ったコメントね。カピバラさん、参考になればとコメント欄に書くか迷ったことがあるのですが、レターで送らせていただきます。次のための検査や治療はまだ何もできていませんが、もし再開しようと思える日が来たら、その時は不育症検査と着床前診断を必ずやりたいと思っています。流産のリスクを少しでも減らすために。過去今はまだ全く考える気になれませんが汗。再開できる時が来たらここから始めるということが決まっているのも安心して休める一つの材料にはなっている気がします。休みたいけど卵子の老化がとにかく怖いという思いが焦りにつながっている方は、採卵して凍結保存しておくだけでも今より若い時の卵あるしと思えて、お休みの時の焦りが少しは軽減できるかもしれません。お金との相談にはなりますが、私も不妊治療初期の受精卵が一つだけですがクリニックに眠っていることは休みに専念できる一つの要素になっています。はい、考えもしなかった。うん、すごくない？そうだね。なんか確かにそのお休みしたいけど卵子の老化が怖いんよ、さっきも言ったけど、うん、まあ年齢をね、と年を取ってしまうのが怖いっていうのは要するに卵子の老化が怖いっていうこととほぼイコールやもんな、うん、そう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 。凍結保存は全然考えたことなかったからさ、うん、ああその手があったかって思ったよね。もちろんでもあれも麻酔かけて、あの、まあ、注射打って、そう大変やし、ね、すごくお金もかかるんよ、うん、だからもちろんそこら辺との兼ね合いやとは思うけど、うん、なんか私がもしもうちょっとお休みしたいってなったらこの手は使わせていただくかもって思った。なんかね、卵子凍結の話ってなんかちょこちょこ聞くんやけど、うん、前のイメージやとやる人ってなんか、なんやろな、こう今はまだ望んでないけど凍結保存しとこかというかさ、なんかそういうイメージの使い方が多いと思ってて、でもなんかこれ確かになるほどなって思ったのは、なんか妊活したいというかその子供欲しいけど休みたいから凍結するっていうのはなんか、うん、全然なかったアイディアやった。あ、そうやんね、そうやね。なんか私も今はまだキャリアがとかさ、うん、今は考えられへんからとりあえず凍結しといてみたいな、なんか用途だけなんかなって思ってたから、うんうん、面白いなと思ったね。あとはまあ検査をしっかりしておくっていうことね、なんかどこから始めるかっていうのを明確にしておくっていうのもすごいいいなと思った、うん、そうやな。ありがとうございますカピバラさん。はい、で続いてですね、妊活に疲れた人にぜひねお届けしたいコメントいただいてます。寿司かな夫婦さん、大輝さん、由美さん、とても辛い思いをされていますね。お二人の話を聞いて妊活時の辛かったことを思い出し胸が締め付けられました。大好きな相手との子に会いたくて妊活しているのに二人の関係がうまくいかなくなる悲しさ、やるせなさは辛いですよね。心身ともにどんどん削られていったのが今でも思い出されます。今回の収録でお話しされていましたが、辛い時にはお休みされるのはいいことだと思います。私たち夫婦もやはり妊活中に心身のアップダウンがあり、このままでは二人の関係も壊れてしまうと思ったことがありました。私たちの話になってしまいますが、長い妊活中、心と体に余裕がないと夫婦関係はうまくいかず、そもそも妊活も続けられないことに気がつき、途中で妊活自体をお休みしたり、妊活について調べることをやめたり、最終的には不妊治療を優先するため、妻は仕事から離れ、できる限りストレスを減らして楽しいことを増やす生活にしました。
個人的な意見ですが、子供を迎えることは夫婦が幸せに生きるための方法の一つなのかなと思います。心からお二人の望む方向に行くようお祈りしていますが、おっしゃるようにタソちゃんとの3人暮らしで幸せに暮らしているお二人の姿も目に浮かびます。もしかしたらどちらの結果になるにせよ幸せが待っていると思えたら気持ちが楽になるかもしれません。妊活は辛いこともありますが、そんな中でもお二人が毎日を楽しく過ごせるようお祈りしています。寿司かな夫婦さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あの以前は大輝くんがコラボ会でお世話になりました。お世話になりました。いやもうほんまね、あのコラボした時ってもう1年、いやもう2年近く行くと思う前で、我らもその時ってまあ寿司かな夫婦さん、あの不妊治療ねされてて、うん、今あのお子さんもね、あの無事生まれてっていうことなんやけど、もう4年近くねその当時不妊治療とか取り組まれてて、そんな中ね、まあ、僕ら、まあ、妊活とか子供もそろそろ考えたいなっていうタイミング、うん、まだ全然現実的じゃなかったんやけど、うん、っていうタイミングでお話聞かせてもらって、いやよう話聞かせてもらえたよ ねほんまにそう思うね。寿司かな夫婦さんもね、その不妊治療とかね、あの配信あのご自身でもされてたので、うーん、まあその中でコラボしましょうっていうことになったんやけど、いやもうあの当時の Y なんかでは想像できひん、やっぱご苦労もあったやろうし、うん、今でもね想像にも及ばんねんけどさ、うん、いやーなんかもう全然なんか感じ方違うわもう今。そうやね、すごいよくわかる背景というかさ、うんうんうん、ね、どれほど辛かったんやろうってね。なんかだからこそ、だからこそっていうのもちょっとあれないけど、すごい考え方がこう素敵やなと思って、なんか一個上の視点やなって思ってさ。まあそうやね、なんかもうあらゆることをなんか包み込んでっていう感じだな。その上から見られてるっていう感じがしてさ、うん、私特に刺さった言葉がさ、うん、子供がいるいないにせよどちらの結果になっても幸せが待っていると思えたら気持ちが楽になるかもしれませんっていうこの一言、うん、なんか考え方がもう素敵すぎてさ、もう何回もここ読み直してもうてさ、うん、なんか確かに私いつからかなんか子供いないとあかんとかさ思ってたなって思い直したよこれで、うん、でなんか子供がいる方がきっと幸せやろうとかさ、なんか子供ができたらこうじいじばあばもお父さんお母さんもみんなも喜んで、なんかこう喜んで子供抱っこしてる絵とか思い浮かぶねんけどさ、うん、で逆になんかごめん子供もう作らへんねんって言ったら、あそっかみたいな、なんかそんな風になんのかなって思ったりとかさ、こう寝る前よく考えたりするのよ、うん、なんかそっかそっかってなんのかなとか思ってたけど、もうどっちに転んでも絶対幸せな未来が待ってるってすごい素敵な考え方やし、なんかめちゃ心が軽なる、うん、どっちも幸せなんやな。そう、もう私らはどっちに転んでも幸せなんよ、うん、それってすごくない？すごいね。なんかさすが寿司かな夫婦さんやなって、すごい心が軽くなる考え方やなって、うん、なんかもともとさ子供は絶対じゃないよねっていう話はしながらやったやん、うん、妊活もさ別に絶対欲しい、もう絶対何歳までにっていうつもりもなかったけど、いざじゃあ、まあ、子供もねちょっと、うん、望んでみたいねっていう話になって、いやまあそれはね絶対じゃないねんでって分かりつつやってたけど、そう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 、なんか妊活いざ始まってみるとやっぱなんか、あ、子供できたかな、あ、できなかったとかさ、そう、なんかいつからかね、あ、流産しちゃったとか、なんかこう子供なんかがいる未来が前提みたいな、前提みたいな、そうそうそう、ちょっとそういう感じにはなってたよね。なってた。で望んでるけどダメやったとか、なんかそういうね気持ちにちょっとなってたよね。そう、なってたからこそこの考えはもうハッとした。うん、そっか、もうどんな未来だって幸せなんだわって。そうやん。そうだからこれはほんまに妊活に疲れた人にあの届けたい考え方やなと思って、うん、どちらの結果になるにせよ幸せが待っていると思えたら気持ちが楽になるかもしれません。どっちも幸せやな。うん、いや本当にありがとうございました。あの対談のさあれ、うん、よかったら概要欄によろしくお願いします。
まあ失礼なこと言ってないかな、ちょっと聞き直しとこうか。そうやね、まあ大丈夫かなとは思うんやけど、うん、ちょっともうあの当時とまたなんか聞き方絶対違うと思うわ。そうやね、そうやね。まあだからそれぐらいやっぱりね、経験しないとわからないこととかねあるわなって思ったし、うん、ね、うん、それは当時も辛さは分かってるつもりではいたけどね、なんか想像して苦しいやろうな、すごい悲しいやろうなってね、うん、いやでももうなんか違うね、また感覚がね、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次ね、あの思い切って休まれた方のコメントね、うん、ご紹介したいと思います、うん、アルバムさんですね。大輝さん、ゆみさん、いつも楽しく拝聴させていただいてます。すごく辛くてしんどかっただろう体験をこうして聞いている人のためになればと話してくださって本当にありがとうございます。私は体外受精の経験がありますが、その時も卵は取れたものの子宮内膜症などがあり、なかなか卵を戻せないまま月日が経ってしまった経験があります。ゆみさんの経験とは違うやんと思われるかもしれませんが、みんな周りは進んでいるのに自分だけ止まっている、スタートラインにも立てない、こんだけ早く進みたいと思ってるのにと気持ちばっかり焦って夫に当たって号泣したことがありました。その時は本当に感情の浮き沈みも激しかったですし、いろんなホルモン剤の薬漬けでおかしくなりそうでした。また休んだらどんどん年ばっかり取ってしまう、卵の質が落ちる、待ったなしやととにかく焦っていました。今思い返せば心と体はつながっているので、ほんまに焦ってもいいことないし、ゆっくりするということを意識的にしたらもっと心も体も回復が早かったんとちゃうかなと思います。普段お仕事にお忙しいお二人だからこそ、レターにもあったようにゆっくりするをじっくり味わってみてください。なんか文章力なくて上から目線みたいな感じになっちゃってたらすみません。そんなことないです。本当にお二人が心身ともに自分ら元気やわってから元気じゃなくてもういけるなってふと何気ない瞬間に思えたら、それはほんまにもう大丈夫なサインなんかなって思います。これからもお二人とタソタソのことをかけながら応援しています。アルバムさん、ありがとうございます。もう前半はね、もう分かりすぎて辛いというか、うん、もう休んでたらどんどん年ばかり取ってしまう、もう待ったなしやみたいな。そうやな、もうすっごいよく分かる。そう、もう待ったなしやって私も走ってた、うん、けどここまでその休んでみたらっていうね、あのレターを3連ちゃん読ませていただいて、私はもう決めた、もう休みます。休む、うん、この前もちょっと、あ、もしかしたらそうちょっといけるかもとかなんか言ってたけど、あのね、正直すごいブレてったし、なんかやっぱりずっと焦りっていうのはあったんよ、うんうんうん、まあ、今もないかっていうと嘘やと思うけど、うん、でももう皆さんのレター読ませていただいて、あのアルバムさんもおっしゃってるけどさ、思い返せば心と体はつながっているので、ほんまに焦ってもいいことないしは、ほんまにそうやなって思うね、うん、まあ、そうやな、うん、ほんまにつながってるやん、心と体って、つながってる。そう、あとあのもういけるなってふと何気ない瞬間に思えたら、それはもうほんまに大丈夫なサインなんかなって思いますっておっしゃってるのも、なんかこの感覚もさ、わかんねん、すごい。あ、わかるわかる、なんかあるよねそういうの。うん、そう、妊活に関わらずさ、なんかあみたいな。そう、あ、もう大丈夫とか。そうで、それを今回は全く経験することなく次の妊娠に踏み切ってしまったから、うん、そうやな、うん、まあ、なんかやっぱ体もストレスかかったまんまっていうのも、もしかしたら妊娠にとっては良くなかったかもしれへんし、うん、って思いました。なんで私がね、だから休もうって思ったのは、まとめると、まあ、まずあの卵子の凍結っていうのも確かにそういう手はあったっていうのを一つ気づかせていただいたと、あとただ1月に検査はやっぱしておこうって思う、不育の検査、うん、あ、その再開する前からもう検査だけしとくってこと。あ、そうそう、ね、1月にまず検査、不育症の検査を受けて、
自分は何が問題あんのかむしろないのか、うん、それははっきりさせておいて休みたいと思う、うん、でそれもカピバラさんがおっしゃってたみたいに、じゃあ次2ヶ月再開しようってなった時の手順が明確やそっちの方が、はいはい、なんでそれはしようかなと思う。でそもそもあの寿司家の夫婦さんがおっしゃっていただいたように、どっちも転んでも幸せってもう思いながら過ごす、うん、もうこのままずっとお休みして、あのもう二人でもいいやって思えるんやったら、それはそれででも幸せな人生の形やから、うん、もうそれも受け入れて休む。もう来年もね忙しいよ、いろいろ、うん、そう思う。ちょっとチラッと言っちゃうけど、あだだだだあ言わへんそれはあの楽しみに、あそれは楽しみおって言ったけどな、あって言ってもらったけどそうそう、まあ、来年も忙しいからね。そうやね。ほんでまああのもしそのお休みが35歳、一応高齢出産って言われてる35歳を超えそうかなとなった時点で、やっぱ凍結、まあそれより前にしてもいいけどね、うん、まあそれはちょっと調べてみようや、うん、考えたいなと思う、うん、でもうだから期限決めないでとにかくゆっくり休んで、ほんでアルバムさんがおっしゃっていただいてるように、ふと何気ない瞬間にもういけるなって思える瞬間を待ちたいって思った、うん、あると思うそれは、うん、ふと何気ない瞬間にいけるなって思うかもしれんし、あもう二人でいいやんってなるかもしれんし、ね、あそうどっちかにどっちか思うと思うどっちか思うよね、うん、多分なんかその理屈とかじゃなくて、うん、そうそう、あもうこっちやなみたいな、うん、いけるなみたいな。いやでもそれまではもうやっぱ無理せんとこって、あのほんまに皆さんのお言葉で目が覚めた、うん、だからあのね、今お休みするの怖いなって思ってらっしゃる方、多分もうコメント欄にも言い張ったよね、その方もピックアップしたかってんけど、すごい心配やって私、うんうん、もう自分が心配ですっておっしゃってるぐらい、旗から見てもすごい心配なよ、もう次の妊娠に向けても検索する手が止まりませんっておっしゃってた方とかもいたけど、あの私もお休みするから、もしお休みしたかったら一人じゃないって思ってお休みしていただけたらなと思う。そうやな、うん、もうお休みします、もうここで公言するもう忘れて過ごそうか、うんね、一旦次の不育症の検査はやるけど、うん、その後はお休みします。ありがとうございました皆様休みます、休みます休みます、休みます。じゃあ次、流産経験者がかけられたいと思う言葉に関するね、はい、レター一部抜粋してご紹介します、はい、ペッペさん、ユミさん、大輝さん、タソさん、こんにちは。私は以前に友人が実は第二子を経流流産していたと聞いた時に、何とコメントしてしたらいいのかわからなくなってしまったことがありました。相手の気持ちを想像はしてみますが、本当のことは理解 しきれていないと思うと、辛いよねといった言葉すらも簡単には言うことができず、そっかとしか言えませんでした。根掘り葉掘り相手の気持ちも尋ねることもなんてもちろんできないため、あの時はどうするべきだったのだろうとふと思う時があります。そんな中でユミさんの親や大切な人を失うのと何も変わらないといった言葉を聞いた時にハッとしました。絶対に正しい答え方なんてものはなく、今も正解は見つけられないでいますが、本当に感謝しています。人の気持ちを理解できているなんておごることなく、でも少しでも本当の意味で寄り添えるような人になりたいと思います。ユミさん、大輝さん、タスさんの日常に少しでも多く温かな幸せが訪れることを祈っております。ありがとうございます。ペペさん、これね、あのすごく気持ちわかるなと思って、私は流産を体験した側やけど、うん、でも確かにあの自分が経験してない辛いことを身近な家族とか友達とかが経験してしまった時に、何を言ったらいいんやろうとか、なんかどうしてしまったらいいのかなって、すごい対応するのが私も難しく感じたやろなって思うし、うん、特にこのレター読んで思ったんが、多分ペッペさんはすごく優しい方なんやと思うよ、うん、で優しすぎるがゆえに、私は気持ちを分かってないから何も声かけてあげられへんって思ってるやん、うん、無責任なことできひんって、そうやな、
うん、いや別に自分が優しいって言うつもりはないけど、でもすごいわかるなと思って、その気持ちも、うん、私もなんか軽く多分何も言えなかったやろなって思う。でその以前に友人が実はっていう風におっしゃってんねんけどさ、その以前っていうのがちょっとどれぐらい前かな分かれへんねんけど、でももう相当前やとしても、なんかこのレターを読むにちょっとしこりが残ってるような気がして、ペペさんの中で。ああ、まああの時ね、なんか言えなかったなみたいな、そう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 、気持ちが残ってるってことやな。そうなんで、なんかもし私がそのペッペさんに第二章流産してしまったって伝えた友人の立場やとしたら、うん、もう今更やったとしてもペッペさんからなんかあの時何も言えなくてごめんねって言ってもらえるのはいつまで経っても嬉しい。あ、なるほど、うん、からなんかもしペッペさんの中でそのしこりが残っているようであれば、今更って思うかもしれないけど、一個伝えてみるのはいいんじゃないかなって思う。今更なんやねんとかそういう話ではないってことやな。絶対思わん。もうなんか、うん、やっぱ前も言ったけど、流産に今更とかあの時とかそういうことはないから、はいはいはい、もういつまで経ってももう亡くなとか亡くなってしまったままやから、うん、でペッペさんがここに書いていただいてるそのままの気持ちを伝えていいなと思って、なんかあの時本当何も言えなくてごめんねって、で私はどれほど辛いことか理解しきれてないと思ったら何も言えなかったって、うん、って言ってくれたら私ならめっちゃ嬉しい。まあ、でもそんなもん自分の本心やな、そのまんまやな。そう、もうそんなずっと覚えてくれてたなんてって、むしろなんか胸打たれるかも。なるほどね、確かにね、うん、っていうのでそうしてみてはっていう、もう勝手なね、あの勝手なアドバイスで本当、うん、あれな恐縮なんですけど、もししこりが残ってるならいかがでしょうかっていうのが一つと、あとこれに付随して個人的に流産してした時にね、友達から頂戴して嬉しかった言葉、ただなんかもう私の場合さ、その友達に私今回流産しちゃってって実は言ってなくって、うん、ブログを公開したタイミングでブログ読んだよ大丈夫かってこう連絡が来たから、まあ若干違うかもしんないけど、まあとにかく頂戴して嬉しかった言葉は、あの辛かったねって、ゆっくり過ごして体も心も休めてねっていうシンプルな言葉やった、うんうん、なんか多くを語らなくっていいと思うよ全然、うん、なんかもうどうやって励ましてあげようとかも多分考えてあげなくてよくて、うん、とにかく嬉しいのはもうなんか辛かったねって、もうその一言あればもうすごい十分やし、あともう外出たくなった時があったらいつでも私を誘ってねとか言ってくれたのもすごい嬉しかったかな。あんまりだからうん、まあ言わへんと思うけど、こうしたらいいよとかああしたらいいよとか、あそう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 、また次があるよとかさ、なんか変な励ましの言葉よりももうゆっくり心も体も休めてねって言われる方が何倍も嬉しい。なんかあれかこう、ま、待ってるよみたいなニュアンスの感じの励まし方の方がいいんかの方がいいかはちょっと分かんないけど、でも私にとってはそれは嬉しかったかな。あまあ、なんか無理に回復無理せんでいいけどゆっくり休んでねって、うん、ゆっくりしてねって感じか。そうそう、でもしリフレッシュしたい時があったらもうぜひ誘ってぐらいの距離感がすごい嬉しかった、うん、ああなるほどね、気にかけてるけどあなたのペースでいいよみたいな感じ。あそう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 、ああそういう感じか、なるほどね。であとやっぱ友達の中にはさ、まだあの妊娠出産してない子とかもいたわけで、そういう子も今回連絡くれてんけど、すごい嬉しかった言葉は、うん、私は妊娠出産も流産も経験してないから何にも分かってあげられないかもしれないけど、でも私はいつでもユミの味方だから、距離は離れてても気持ちはそばにいるからねっていう LINE をくれた子がいたよ。優しいね、もう泣いた。素敵なね、メッセージやね。なんかもう何も分かってあげられないかもしれないけどなんてもう言ってほしくないというか、うん、なんか
すごい優しさで包まれた気がしたからさ、今のユーミンのタイトルみたいな。優しさに包まれたなら。いやほんまそうやね。なんかそんな、なんかあなた流産してないじゃないのとかもう思わへんからさ、別にあの友達からのコメントとかメッセージでね、うんうんうん、思わへんからこっちは。まあでもなんかそれを言いたい気持ちも、私がもしそっちの立場やったら絶対言うと思うから、うん、まあでもとにかくなんかいつでも味方だからね、気持ちはそばにいるからねって言ってもらえたのすごい嬉しかった。嬉しいな。うんです。何かなんかその身近な人で流産の経験がね、これまであった人とか、もし今後ある方とかの何かご参考になればこれは幸いです。はい、では次ね、あの流産ね、実際自分はしてないんですけど、この僕たちの配信とかを聞いて励まされましたっていうね方のメッセージご紹介したいと思います。ブスインギャさん、レターよりね抜粋させてもらってます。お久しぶりです。お久しぶりです。私事になりますが、今年4月で公務員を退職し、新たなチャレンジをするも短期間で3度も転職。そんな中でどうして自分は社会に適合することができないんだろう。家族や彼氏友人もいるため、孤独ではないのに社会に置いていかれているような心にぽっかりと穴が開いてしまいました。次第に私生活すらまともに送れなくなり、心療内科を受診するとうつと診断、現在休職中です。そんな中でユミさんのブログ、その感情を自分で認め思いっきり感じて癒すことというお言葉に大変救われました。仕事ができない自分は甘えと思わず、まずは自分の気持ちに素直になってみようと思いました。このように流産経験者だけでなく、さまざまな苦労に直面している人の心までにも届くことをお伝えしたいです。はい、というレターですね。ああ、ブスインギャさん大変でしたね。ああ、大変したね。そんなことになっているなんて。あのよかったら続いて次の最後のレターの愛子さんも流れでご紹介していただいてもいいですか。はい、愛子さんね、はじめまして。少し前からスタンド FM で渡辺夫婦を知り、お二人のほっこりとした会話や関西弁に癒されて聞いていました。今回の放送を聞いてめちゃくちゃ泣きました。涙が止まりませんでした。私は今33歳で、未婚で妊娠の経験もありません。ですが20代後半から強く結婚と子供が欲しいと思うようになり、今もその気持ちは変わりません。ただ一人で結婚も妊娠もできませんし、まずは彼氏を作ることからですが、将来のことを考えれば考えるほど余計に昔のように楽しい気持ちだけで付き合うことができずにいます。自分に大丈夫大丈夫と言い聞かせて、仕事や趣味に前向きに取り組んで、気づけば7年が経ちました。この放送を聞いていて、私も全然大丈夫じゃないな、本当は周りと比べてすごく焦ったり孤独を感じたり、年を重ねるにつれて結婚できるのかなと不安になったり、自分の中にある正直な気持ちと向き合ってこなかったことに気づきました。今の私の気持ちとユミさんの経験を重ねるのは全く内容が違いますし、恐れ多いですが、ユミさんの言葉に救われました。今回の放送を聞けてよかったです。ありがとうございます。愛子さんもありがとうございます。このブスインキャさんと、ブスインキャさんって愛子さんのねレターいただいて、もうすっごい嬉しくて、その恐れ多いっておっしゃっていただいてますが、もうこちらがもうそんな恐れ多いぐらいで、あのやっぱりどんな経験でも、なんていうんやろうな、ブスインキャさんも愛子さんもすごい無理してはったやん、うん、自分は大丈夫って思ったりとか、うん、自分が甘えで悪いって思ったりとか、うん、まあでもなんか他の方のコメントでも頂戴してんけどさ、自分の本心に気づくってやっぱ意外と難しいんやなと思って、今回の経験通じて。そうね、うん、なんかだから、なんていうんやろな、意外と自分のことってよく分かってないから、自分って今どう思ってんねやろうって顧みる時間って私たちには必要なんやなと思って思いました。いやほんまね、なんか自分の気持ちに嘘つくというか、自分の気持ちを隠して生きることほど辛いもんはないよ。うん、そこに気づくだけで、でそのね
本音とか本心、自分の気持ちを大切にするだけで、うん、心はだいぶ軽くなるんじゃないかなと思うね。だからこれはもうだから妊娠とかの話に限らず、うん、そうそう、全部そうやからね。そうだからブスインキャさんと愛子さんが今回そのご自身の気持ちに気づいて少しでも楽になったっていうレターをいただけたことが私はすごく嬉しくって、うん、もう本当にこちらこそありがとうございますっていう思いでいっぱいです。はい、というわけでさまざまなレターコメント、あの本当はねもっとご紹介というかもう皆さんね、うん、ご紹介したいところではあるんですが、うん、まあ、お時間もありますし、あの聞きやすくねちょっといろいろカテゴリー分けさせてもらって、あと抜粋もねちょっと申し訳ないんですがさせてもらってご紹介もしました。はい、まあ、やっぱこうしてねもうすごい鍋友リスナーの皆さんこうやっていろいろね体験談を教えていただいて、もう貴重よこれ、うん、こんなんなかなかね普通に生活してるってこんな周りのねいろんなこうアドバイスとか経験とかね聞くことってできひんから、ほんまにそう思う、うん、ね、まあ、だからこそこうやってまた放送でもねご紹介させていただいて皆さんでねぜひ共有できればと思ってこういう放送にしてみました、うん、はい、まあ、また何かねあの感想であったり、ご経験談とかねもしあればまたコメントとかレターでね共有してもらいながら、あの皆さんとねシェアして一緒に、うん、まあ勉強していくというか一緒に、なんていうのかなこういう言い方、そうやな、うーん、一緒に高め合っていくっていう名前違うしな、なんか、なんかそれゴリゴリやな、ゴリゴリじゃないねんけど、まあ、まあ、そういうこっちゃ、まあ、あのいろんな価値観を知っていろんな人生の、ね、成長していきたいしね、いろんな人生の幸せがあるっていうのを一緒に探していきましょうっていう感じかな。ああ、そうやん、自分らしい幸せをね一緒に考えていきましょうっていう、それをテーマにしてるラジオですからね。そう、そういう放送ですようちのチャンネルはそういうチャンネルなんです。はい、いやもう本当にありがとうございました。もうどれほど救われたか何回言っても伝えきれないような気もするんやけれども、うん、何回でも伝えたい、もう本当に皆様ありがとうございましたありがとうございました。そして今年1年あのお世話になりました。お世話になりましたありがとうございました。いやもうほんまにいつも聞いていただいて、でコメントとかレターとかいただける皆様のおかげでこのラジオは成り立ってますので、どうぞ2023年もよろしくお願いいたします。お願いします。では、年始からね2週間ほど過去放送の再放送ということで、あの、まあ、お休み期間兼、まあ、ぜひね過去にもこんな放送してるんで聞いてねっていう感じでね、あの再放送期間とさせてもらいたいと思います。まあ、ただコメントとかねレターとか見てますので、あの全然ね交流はあのさせてもらいたいと思ってますので、ご参加いただければ幸いです。はい、で恋日記に関しては、年内あともう1本ありまして、あと年始もねあの普通に収録はしていこうと思いますので、恋日記はまあ通常通りでいきたいと思いますのでご了承ください。はい、では最後ですね、なんかもう言い切ったないろいろ、うん、最後はもう言うことないな、恒例のご挨拶ぐらい、え、恒例、よし言うで、うん、さん、はい、皆さんは良いお年を良いお年を全然一緒に言えへんかったけどはい、オナーさよなら、良いお年を。ポッドキャストでお聞きの皆さんへお知らせです。渡辺夫婦の二人ごとは音声配信アプリのスタンド FM というねアプリサービスをメインの配信先としています。こちらでは6話先行公開中でして、放送にいいね、コメント、そしてレター、これらをね、送っていただけるのも、スタンド FM だけとなっております。また、アプリ限定の放送やライブ配信なんかもやっておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。スタンド FM は放送の説明欄の URL からチェックいただけますので、どうぞよろしくお願いします。ではまた。